慈悲なき啓示は滅び、新たな世界が始まる。アサシンは生まれ変わる。ああ、我々の蒔いた種はひどいものだった。だがこれからは、暖かい日差しと清らかな水が与えられる。きっと美しい花が咲く。しかし、まだ毒が残っています。ベノム君か。彼はどうなった？ベッドマンとの死闘の末、戦死。というのが公の情報。しかし生きています。所在も。困ったことになったね。ええ。この情報が誰かに渡れば、新体制の組織も立ち行かない。第三連王との密約を、すべての人間が知っているわけではありませんから。だから奴は、ベノムは、私がこの手で始末します。君にできるのか？私以外の誰にできるのですか？私は死人。過去のアサシンが残した最後の亡霊。客が来ないな。当たり前だ。こんな人目につかないところで。人目につくわけにはいかない。貴様、それでどうやって商売するつもりだ？そもそもわしの体はどこへ行った？どうしてこうなった？ったく、しっかり稼げよ。この体を作り直してもらわなければならんのだからな。それはわかっている。本当か？どうも命の恩人に対する感謝が足りん。恩人。いいか、この際はっきりさせておく。君がいなければベッドマンは打倒できなかった。そのことには感謝している。だからこそこうして生き恥をさらしてまで君にその借りを返すことを決意しているのだ。しかし私の望みはあの場で死ぬことだったのだ。命を救われたことに関しては恨みこそ抱いている。借りじゃない。わしが言っているのは恩だ。どうも貴様はその辺が疎い。人間のくせにロボットのわしよりよほど機械じみている。命の話はそんなに軽々しく扱うもんじゃない。確かに筋違いなことを言った。だが、私は存在してはいけないんだ。もしこのことが公になれば、多くの者が未来を失う。そうだな。どうした？私は客だぞ。もてなさないのか？それともここは店じゃなかったかな？その目、私の古い友人にもそういう目をした者がいた。他人の空似でしょう。目立った特徴もありません。こんな顔はどこにでもいます。そうだな、人違いだろう。彼ならばこんなところでこんなことをしているはずがない。本日はどのようなご用件でしょうか？そうだな。ではまず、
ああ、そうだ。靴を磨いてもらおうか。かしこまりました。悪くないな。大したものだ。手慣れている。では、お代を。まとめて払うよ。まとめて払う。要件はまだある。何をしに来た？何をとは妙なことを聞くな。君は靴磨きだろう。いえ。だがそうだな。確かに会話がないのもつまらない。世間話でもしよう。君はなぜこんな仕事をしている？おいおい、君が話を振ったんだろう。悪いが無口人間の言語は知らないぞ。まったく、こんなところにいるからそうなるんだ。通りを見ろ、ずっと明るい。商売をするならああいうところの方がいい。ここよりはいい稼ぎになるだろう。私を始末しに来たのなら、もう少し待ってほしい。会話になっていないぞ、靴磨き。何を待ってほしいんだ？金を稼ぐんだよ。目標金額に達するまでこいつに死なれちゃ困る。面白い友人がいるんだな。私のせいで負傷させてしまった。なるほど。それで彼に体をプレゼントしたいのか。それは大変だ。あと何足磨くつもりだ？焦る人生でもない。まいったな。ライフワークにしたいわけでもないだろう。まとまった金に興味はないか？いや、金は、まさか組織の人間じゃないのか？何の組織だ？それが分かったらどうする？何をするつもりかは知らんが、人通りが少ないとはいえ目立たない方がいいんじゃないのか？くそうだ、君は靴磨きで私は客だ。そうだろ？そして鋼鉄の君には悪いが、少しの間黙っててくれないか？こら、貴様、これを外せ。いや、貴様、こんなものでわしを閉じ込めたつもりになるなよ。これは、こいつら一体なんだ？さて、どうも君はお話が苦手なようだ。今度はこっちの話をしよう。実は私の会社が最近大幅な方針転換を行ってね。私にはそれがどうも肌に合わない。肌に合わない？要するに支払いが悪くなる。そんな顔をするな。そういう考えの者もいるということだ。おかしなことか？いいか、私はニュースで誰かの不幸を知れば悲しみもするし悔やみもする。それ以上を望むならそれは残業だよ。追加の手当をもらわないと。金が生きがいのようだな。ではさぞ金を持っているのだろう。ここは場違いだ。倹約するから金持ちなんだ。話を戻そう。まあそれで我々は分派することにした。
新しい会社を作ろうと思っている。だが今の時代、ポットでの会社が簡単に成功できるほど甘くない。信頼が第一の世界だ。そこで我々は経験と実績が豊富な人材を求めている。つまり旗頭だ。やはり人違いか。手を休めるな、靴磨き。本当にそうかな。何か変なところでもあればぜひ意見を聞きたい。君の会社は以前資金面で困っていなかった。方針を変えたということは、それが金以上の価値のある目標だからではないのか。価値のある目標ねえ。素朴な疑問だ。ものすごく欲しいものがあった。それを手に入れた。十分に満足した。それでも残りの人生がまだまだたくさんある。その場合どうする？こう言うんだろう。また新しいものを見つけるって。だったら今ある目標なんてその程度の価値しかないんじゃないか。いや、しらけたことを言いたいんじゃない。要するに本当に大事にすべきものとは、そうやって取っかえ引っかえできるものじゃないと思うんだ。育てたり温めたり、一生をかけて成長を見守ることができるものなのかなと。もっともらしいご意見だな。ならば家族を持ってはどうだ。そう、家族。ああそうだ、家族はいいな。もちろんそういう人もいるだろう。だが私の場合、それが金だ。たくさん持っていると私は自分が偉くなった気になれる。口座の数字を眺めるだけでも落ち着くし、一生で一度でもなくなってもいいとは思わない。それが楽しいのか。楽しくなかったらやっちゃいけないのか。君は今この星の労働者すべてを敵に回したぞ。ちなみに私は大いに楽しい。だがまあ、君なりに社員たちを憂いているということだ。優しいな。素晴らしい。だが我々も君に負けず、配慮に余念はないのだ。つまりこれは、古い仲間の、彼らのためなんだよ。うん？もともと私たちは一つの集団だった。狼の集団だ。力が物を言い、力が信頼と絆を作った。力のある王が治めていたからだ。だが突然その王自らが鋭い爪と牙を捨て、ついには自らの皮を剥いで、人に施そうと言い始めた。言うなれば、そう、羊だな。いや、彼らの生き方を否定するつもりはない。ただ狼をやめられない生き方もあるのだよ。狼は人のために爪を磨かない。考えても見たまえ。狼と羊、同じ牧場に放てばどうなると思う。結果は火を見るより明らかだ。だから狼は自ら出ていくのさ。そう思うのはお前だけではないのか。本当に仲間の意見を。靴を磨け！羊の言葉は狼にはわからないんだよ。おや、すまん。靴は綺麗になった。なるほど。共存を唱えるのが君の意見ということか。本当に優しいな。家族愛を唱える君らしい意見だ。だがな、彼ら羊にとって真に恐ろしく悲劇なのは、
狼の存在じゃないんだ。恐ろしいのは羊の群れから一匹が檻を飛び出したことだ。それだけなら本来問題はない。ところがその羊は毒を持っているんだ。恐ろしく強力な毒をな。今は日陰でこっそりと暮らしているが、これが人目について万が一その毒をばらまく事態となったら、人々は全ての羊を恐れるようになる。彼らの檻の出口を塞ぎ全て処分してしまう。それはきっと毒羊にとっても嬉しくないはずだ。かわいそうな毒羊、ただ存在するだけで全てを不幸にする。だが狼はそんな毒羊が嫌いじゃない。群れに加われば雨風をしのぐ家と温かい食事も用意する。身分を隠す狼の皮も与えるだろう。さて君ならばどうすればいいと思う？毒羊はどうするべきだ？どこか人のいない世界を見つけ、そこで生きていく。それは危険だと説明したつもりだったが、やれやれ。さて、靴もきれいになったことだ。我々は帰るとするよ。さっき羊は臆病のようなことを言ったが、実は狼も臆病なんだ。自分たちの秘密が漏れることを極端に嫌う。これが最後だ、靴磨き。もう一度君の意見を聞かせてくれないか。ここで戦うつもりか？それは毒羊次第だ。私に勝てると思うのか？難しいだろうな。だがその時は毒がまかれるぞ。巻き込んで本当にすまない。どうやら君の体を治すこともできそうにない。おとなしくやられるというのか？なぜそこまでの覚悟を持てる？武士道というものを知っているか？古い東洋の教えだ。私はずっとその考え方に感銘を受けていた。家臣は主君のために刀を振るう。主君のためならば自らの命を捨てることも厭わない。信念があればこそ戦う。信念があればこそ戦わずして命を差し出す。そして私には使えるべき主がいる。そこで何をしている？揉め事か？やれやれ、秘密を知る者が増えてしまった。やめろ。だがちょうどいい。どうやら君は正義の信念を持っているようだ。彼に言ってみろ。この町は私が守ると。宣誓しろ。どうした？言えば彼らの命は助けてやると言っているんだ。そうだよな。できもしないことを言うのは難しいよな。これで分かったろう。こんなことが予想できたか？自分の思い通りにならないのが世の中だ。それが一人で生きる者の限界だ。さあ本当に最後のチャンスだ。もう一つ選択肢をやろう。この町は私が守る。あるいは狼の仲間になる。君はいずれかを選択しなければならない。
私は、ならば、私は町を守る。よくわかった。貴様、約束が。あんたたち一体ここで何を。彼にひどいことをしているんじゃないだろうな。我々はアサシンだ。ここの市場を牛耳ろうと思ってね。何？あんたたちラジオは聞いてないのか。アサシン組織は解体されたと言っとったぞ。知っている。だが悪い奴らは次から次へと現れるもんだ。この町で悪さをするつもりか、このヤクザめ。うわぁ、やられた。いや、そうしようと思っていたんだが、あそこの彼がめっぽう強くて困っている。彼は知り合いか。いや、知らん顔だ。ここで新しく店を始めるらしい。実に困った。彼がいる限り我々はこの町に手出しができん。だから仲良くしておいた方がいい。はあ、これは一体。遅れたがお代だ。みんなの分をまとめてな。取っておいてくれ。何？おお、初収入か。いや、これは店の経営権だ。商店街のだぞ。どういうことだ。私にも主がいる。君と同じように命を懸けて従う価値のある主だ。その主からことづてを頼まれてね。今見た君の決意が確認できたなら、その封筒を渡してほしいと。確かに確認させてもらったよ。そしてこう伝えるように言われた。毒羊はとっくに死んでいた。そして君は、羊でも狼でもない。ただの人間だ。人間ならば、人間らしい暮らしをすればいい。佐藤様。よかったな。私は、喜んでいいのか。いいんだよ。奴らが引き出したのは貴様の決意だ。そしてそれを本当に知りたかったのは貴様自身じゃないのか。貴様の上司はそういう貴様の性格を見越してわざわざ今の連中に命を懸けさせたんだ。命を懸けるとはどういう意味だ。そういえば君は珍しく会話に割り込まなかったな。なぜだ。何か知っていたのか。ええ、それな。袋の中からあいつらを投資してたんだよ。奴ら会話中心臓がマシンガンみたいな音出してバクバク言ってた。あんな冷静な演技をしていたがずっと怖がってたんだ。いつ貴様が切れて自分たちを殺すんじゃないかってな。いい仲間じゃないか。わしにも紹介しろ。ならば店の名前を一緒に考えてくれないか。それじゃベノムさん、朝一で取りに来るからね。チョコマフィンちゃんと5個取っておいてよ。はい。あ、朝は安売りしてませんから気をつけてくださいね。
うまくやれているじゃないか。ええ、おかげさまで。しかし佐藤様、店の登録名義が私の名前そのままというのは何かの嫌がらせですか？そういうな、うっかりというやつだ。だからちゃんと変装のノウハウを教えてやっただろう。効果てきめんだったな。全然バレないもんな、お前の正体。ああ、前髪を上げただけなのだがな。Bye back.